What's your 一歩、あなたの原点教えてください。この番組は一歩ラボ合同会社の提供でお送りいたします。じゃあたまちゃん、ちょっとこの番組はですね、ワッツイは一歩、あなたの原点教えてくださいっていう名前なんですけど、ゲストの方には人生に影響を与えた原点や原体験についてお話をいただいてます。では玉田さんにとっての一歩は何でしょうか？そうですね、自分にとっての、はい、まあ、一歩っていうところで言うと、やっぱ学生時代に、あのバックパッカーやってたんですけども、なんかそこの影響がでかいかなとは思ってます。なるほど、バックパッカーいいですね。これどんなバックパッカーだったんですか？どんなバックパッカーだったんですか？そうですね。バックパッカーにそんな種類はないですけど、ね、それで言うと、まあ、発展途上国をメインにずっと回ったっていう感じですね。へ、大体どこの何日間ぐらいどこの地域行かれたんですか？東南アジアがもうほとんどで、やっぱ学生の時にお金がなかったっていうのもあったりとか、学生の時ってやっぱ時間があるじゃないですか、長期。夏休みとか、そういうのを使って、まあ、長かったら3週間とかそういった単位で東南アジアブラブラしてたっていう感じですね。あ、何回か行かれたんですか？あ、そうですね、はい、何回か行ったんです。何回ぐらい行かれたんですか？なんか正直あの学生が終わった後も、1社目の時は結構休みも普通にもらえてたんで、それでも結構行ってたりしたんで、回数はちょっと分かんないっすね。じゃあ学生時代のバックパッカー経験がメインだけれども、まあ、バックパッカー全般が、はいはい、原点って感じですかね。そうですね。なるほど。じゃあこのバックパッカーが玉田君にとってどういう意味で原体験になったんですか？そうですね、自分がこういうことに興味あんだだったりとか、なんか自分がこれまで考えてたなんか当たり前みたいのが、まあ、ちょっと変わったなっていうのが、まあ、バックパッカーやって思ったことですかね。特にこの国、はい、一番印象的だったみたいなところはありますか？そうですね、ラオスがすごい印象的だったっていうのがあって。おー、ラオス、はい、あんま多分ラオスって行く機会ないと思うんですけど、すごいあの、食事も美味しくて、まあ、やっぱ自然がいっぱいで、なんか面白い国なんですけども、まあ、そこで一番印象的だったっていうのが、まあ、どうしてもその移動っていうのは結構バスが多くて、まあ、ある地域から移動するときにどうしてもバスを使わないといけない道があって、結構そのバスのルートがなんかまあ世界で一番車酔いするルートみたいに言われてるようなところって、ガタ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 してるんですか？あ、もうガタガタしてたりとか、もうぬかるみにタイヤがはまっちゃったら、みんなで降りてバスを押して前に行くみたいな、バスがあって、はいはいはい、でまあ、そういうなんか面白さもあって乗ってみたんですけど、まあ、なんか自分が乗ったときは普通にそのまんま、ぬかるみもはまらずに、まあ、めっちゃ悪路の道を進んだっていうだけで終わったんですけど、なんかその自分が前に行ったあのバスが、山賊に襲われたみたいのが、山賊ができたんですか？山賊ができたらしくて、へ、まあ、ちょっと荷物取られたぐらいの話だったんですけど。あ、荷物取られたんですか？はい。ちょっと想像できないですね、それ。そうですね、この時代にやっぱ山賊ってまだいるんだっていうのが思ったことですし、すごいやっぱ身近にあったっていうのが印象的でしたね。山賊って何をやってるんですか？山賊って武装して手とかにナイフとか持って略奪しに来るみたいな。村に住んでる強盗みたいな感じですね。別にあの、強盗ね。あのよく想像する原始人で物を持ってみたいなのかじゃなくて、はいはいはい、まあ、普通の服を持ってるけど結構山をメインで暮らしてて、そういった、まあ、自動車とかの移動、バスとかの移動を、まあ、襲って物品を、まあ、ちょっと漁ってそれで生活してるみたいな人です。じゃあ凶器とかでなんか脅かされたりして。あ、そうですそうです。それ怖いね、急に来たら。そうですね、まあ、なんかそんな人殺しみたいなニュースあんまり、なんか山賊でもないと聞いたんですけど、でそういう人はまだ残ってるらしくて。でそこにあれなんだ、偶然にも遭遇してしまったんだ。自分の前のバスですけどね。前のバスか、怖。ラオスって、ね、すごい平和なイメージあったけど、田舎の方に行くとそんな感じなんですね。そうですね、まあ、平和な国だとは思うんですよね。治安も別に良かったですし、夜もなんか出歩いちゃダメみたいな話もあんまってなかったんで、まあ、ただやっぱ一部そういった、まあ、どうしても都市部から離れてしまうとそういった治安っていうのは、まあ、発生してまうんじゃないかなっていう感じです。なるほど。
まあ、なかなか山賊に襲われるシーンを見るなんてことは日本じゃ、まあ、まず経験できないと思うんですけどこのバックパッカーがそのタマちゃんの原体験になったっていう理由はどこにあるんだろう。そうですね、一緒にお伝えしたところがやっぱ、うん、自分が興味をこういうところに持つんだだったりとか、うん、まあ、そのこれ前の考え方がちょっと、うん、なんか幅が広くなったっていうところですね、まあ、もうちょっと具体的に言うと、うん、まあ、なんかそのバックパッカーをしている中で、うん、まあ、日本人にももちろんたくさんいましたし、現地の人とも英語を話せないながらも交流したっていう時に、うん、やっぱ考え方の違いだったりとか、うん、これまで自分が常識的に考えてたところっていうところが、うん、なんかあまりいい意味で噛み合わなかったっていうところがすごい個人的には面白くて、うん、まあ、それなんか結局シェアハウス入ったっていうところにもつながるんですけど。なるほど、そこにつながってるんですね。はい、改めてなんかやっぱいろんな人の話を聞くのは面白いことだし、うん、なんか自分の知らないことを知るっていうのはなんかすごい面白いなっていうふうに感じて、そこから、うん、まあ、社会人にもなってやっぱ新しいことは積極的にやろうと思いますし、やっぱいろんな人の考え方を聞きながらなんか自分の考えもどんどん成熟させていくっていうのは面白いことだなと思って、なるほど、そういったのは仕事にも生きてるって感じです、うん、なるほど。バックパッカーする前は割とこう無難な生活を送ってきたみたいな感じなんですか。いや、バックパッカーで一気になんかこう、無難だと思います。あ、じゃあバックパッカーで一気になんかこう世界が広がったみたいな、こう知らなかったことが、知らなかった世界が一気に目の前に広がったみたいな、そういう感じだったんですか。そうですね、へ、結構反動は起きちゃったと思いますね。あ、なんかバックパッカーに行く時点で結構いろんなことに関心を持ちそうな感じがするんですけど、もともとタマちゃんそんな感じではなかったんですかね。まあ、逆になんかバックパッカーどうしていこうと思ったんですか。まあ、そこで言うと高校の友達がバックパッカーやってて、うん、あ、いたんだ周りで。それで話を聞いて、まあ、まあ一人いたんですけど、うん、そいつずっと仲良くて、うん、まあ、だったらまあ自分も行ってみるかって言ったのがきっかけですね。なるほど。そこはじゃあもう思い切って行ってみたっていう感じ。そうですね、うん、まあ、なんかもともと結構友人の中でも割とし変わったことやるよねキャラではあったんですけど、うん、ああ、玉田くんが。そうですそうです。うん、今日なんかバックパッカーに踏み切った理由は、その話を聞いて面白そうだったなっていうところと、うん、なんか学生時代時間はある中でお金はないって言った時にやっぱ安く行けるところは、うん、やっぱ発展途上国だったりとか、うん、だったり、まあ、いろんなものが噛み合っていったっていうところありますね、最初の1回目は、うん、なるほどなるほど。確かにアジアってね、日本からも近いし行きやすいし、あの激安にしようと思ったらいくらでも行きやすいよね。そうですね、もう宿も500円とか、はい、あ、500円の宿とかどんな宿になるの。まあ多分シェアだよね、はい、そうですね、ドミトリーとかでベッド硬い、うん、蚊がめちゃくちゃいる、うん、なんかちょっと病気のリスクもあるんじゃない。ああ、まあそういうのはあると思いますよ。うん、まあ安易なところだろうね。そうですね、うん、なるほど。ラオス以外はどこかありますか、思い出に残ったところは。ラオス以外、なんか学生時代は確かに、まあ、そこまでお金に余裕がないから、まあ、激安な旅行になるっていうのは多分あると思うし、まあ、社会人になった時は、まあ、多分そこそこお金も稼いでたと思うんで内容も変わったんじゃないかなと思ったんですけど、社会人になってからのバックパッカーは何か変化ありましたか。はい、毎回そのお金を貯めたらヨーロッパ絶対行こうと思うんですけど、結局なんか距離の近さだったりとか、お金の良さだったりとか、まあやっぱあと、まあ国の面白さとかを見ちゃった時に東南アジアに結局行っちゃうっていうのはありましたね。まあただちょっと社会人になってアフリカ一回行ったんですけど、なんかどっか登ってたよね、アフリカ山。そうそうですね、はい。あ、どこだったっけ。あれは、キリマンジャロを登った時に、はい、キリマンジャロ登ったって。そうだそうだ、あれもすごいよね、キリマンジャロ登山も。そうですね、キリマンジャロも面白かったです。やろうと思ったら何時間ぐらいかけて登るの。6日間でしたね、自分の時は。ああ、6日間で登って降りてって感じ。そうです、4日間で登頂して2日間で下るっていう感じです、うん、すごいな。え、雪山だったっけ。上の方は雪山っすね。あ、ただなんか雪がふさふさってよりかは、うん、もう氷、あ、氷が張ってるみたいな感じです。あ、そうですそうです。あ、まあ、登り強さみたいなのあんまなかったんですけど、なんかその経験もすごいよね、キリマンジャロ登山。これもなんか原体験になりそうな感じがするくらいの
レベル感だよね。なかなかいないと思うわ、キリマンジャロ登山した人って、身近に、周りに。まあ結構素人で登れる、まあ、最大の山みたいに言われていて、そんななんかハードルも別に高くはないんですよ。やっぱお金と時間っていうところは社会人が一番きついところかなって思うんですけど。はいはいはい。まあ時間で、はい、連休取れんといけんしね。そうですね。うん。パイスさんもぜひ興味あったら、登山は好きですもんね。登山好きです。鳥取にある大山っていう一応中国地方で一番でかい山は日帰りで登って降りたりしてるんで山は好きなんですけど、はい、まあ、キリマンジャロって標高何歩ぐらいあるんだっけ。5900だっけな。僕が今登ってる山の3倍ぐらい高いんでちょっと心配ですね、はい、まあそこはトレーニングと準備ですね。そうだね、トレーニングだね。確かに大事だな。了解です。じゃあ玉田君にとっての一歩はバックパッカーということで、ありがとうございます。はいはい、ありがとうございました。そしたらですね、ちょっとそろそろ今日もお時間が迫ってきたんですけど、まあ、今日は玉田君の話を聞いて一番思ったのが、まあ、海外に行って気づいたこととして、いい意味で噛み合わない、いい意味で噛み合わないで、そこがまた面白いっていうところがすごく印象に残りました。これ結構なんか今の時代って多様性とか、今まで日本の国内って、まあ、日本人とかって言われてきたけど、まあ、どんどん海外の方も増えてきてるこのご時世で、まあ、多様性を尊重するとか、まあ、もうちょっと平たく言うと、まあ、海外の人とも一緒に同じコミュニティで生活していくみたいなことって今後ますます大事になってくると思ってて、そうなると絶対噛み合わない場所って出てくると思うんですけど、そこはまあそういうもんだと、う、ね、うん、思って理解をして、まあ、同じ地球で住んでる我々なんだから楽しく幸せに生きていこうよっていうのがまあ僕のポリシーだったりもするんで、はい、ちょっとこのいい意味で噛み合わないっていうのは覚えておいてもいいワードかなっていうふうに思いました。あ、本当ですか。ぜひ使ってください、ありがとうございます。使わせていただきます。それではですね、玉田さん、今日は番組に出ていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、ちょっとまた別の機会でもぜひゲストとしてまた来ていただければなと思うのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では今日はありがとうございました。この番組はリスナーの皆さんからのご感想メッセージもお待ちしております。番組紹介のところに URL を貼っていますので、そちらからぜひお送りください。今日のゲストの玉田くんに対するメッセージやご感想もお待ちしております。皆さんからのたくさんのご連絡をお待ちしております。それでは今日も以上としたいと思います。では良い週末をお過ごしください。それでは。今日も聞いていただきありがとうございました。また次回の配信をお楽しみに。